続報です。アイドルグループピュアクラブの握手会会場で人気メンバーの雨宮カレンさんが刃物を持った男に手首を切りつけられ病院に搬送されました。あの日雨宮カレンは消えた。私アイドル辞めます。カレン待ちなさい。ピュアクラはお前がいないと。レンレン先輩、やっぱりそうだ。私事務所の後輩です。覚えてますか？前に一度お会いして。もちろん。来月デビュー決まったんだよね。おめでとう。キャー、感激です。先輩も今話題沸騰大チャンスですね。え、またまた。だって先輩って昔下着グラビアやってたじゃないですか。最近の露出拒否したり恋愛スキャンダルで辞めちゃうアイドルとは違うっていうか、結局女性アイドルって女の若さ利用した戦略ビジネスじゃないですか。今回も事件の話題性利用してもっと知名度上げるんですよね。期待してます。だって私先輩に憧れてアイドルになったんですから。消えたかった。私はアイドルなんかじゃない。女なんかじゃない。ありがとう。アイドルになってくれてありがとう。あ、本当に？私、慣れてた？あの頃憧れてたアイドルに。嬉しい。ちゃんと。かわいそう。ねえ、どうして女の子のアイドルはみんな30歳になる前に消えちゃうのかな。アイドルは私たち地球最後のミニスカートアイドルピュアクラブです。今家出るよ。電車乗ったらまた連絡する。お兄ちゃん今日遅い？リッカ、どうした？あのね、ヤンマン買ってきて。あ、ヤンマン？ヤングマンガ、今日発売の。久しぶりにピュアクラが表紙なの。4人体制になってから初の。ああ、ヤンマン。あ、私を見るまでネタバレ禁止だよ。レンレンが戻ってくるまで買い支えたいから、できれば2冊。レンレンは、戻ってくるのか？だってレンレンだよ。レンレンはいつもファンのことを考えてくれる。それに最新乗り番5月超特大号はナンバーワンカップルに最大の試練。表紙&関東カラー43ページミノポン先生のウイコン。超話題作が連載再開。カラー65ページ葵さん先生のさよならミニスカート。豪華コミカライズ企画が始動。コキンちゃん先生の新連載イレイスハウスへようこそ。個性バラバラな歌い手が一緒に住むことになった件。そして今月の付録は夢クマアイラブチュクリアバッグ&デコッテディアベアシール。メルヘンなマーブルカラーが今っぽいファンシーなディアベアと羽やハートのモチーフが超キュート。リボンもすっぽり入る大容量だから学校や習い事のサブバッグにもぴったりだよ。透け素材が可愛いディアベアシールで好きなものを自分らしくデコっちゃおう。さらに閉じ込み付録キャンディエイト×リボンチビヒロインシールもついてくる。リボン5月超特大号は大好評発売中パス。最後まで動画を